音楽で食べていくことを決めたのなら、ファンなしでミュージシャンは存在できない。そしてそのファンを作ることも音楽を作るのと同じぐらい大切なことだ。ミュージシャンとして生きるのであれば、ファンは必要不可欠。誰でもわかるそんな簡単なことを、ほとんどのミュージシャンは後回しにする。なぜなら、それは想像以上に大変で億劫だからだ。まずはいい音楽を作って、などの、それらしい免罪符を振りかざし、大切なことを後回しにする。起業したいとただ口にするだけの人もそう。まずは貯金して、知識を蓄えて、というように。金は何とか工面し、必要な知識はやりながら覚えればいい。僕ならそうする。要は、金のことや大切なこと、何よりも実行する、動くということから、逃げているだけ。辛いことは誰だって嫌なもの。成功したい人は、大変なことから絶対に逃げてはならない。僕、ガクトは、大変なことから先にやる。逃げない。だらだらないものねだりをすることに、興味はない。